さて時刻は、はい、なんと1時50分でございます。深夜、ど深夜、はい、なのにこれからどこに向かうんですか。火鍋に火鍋に朝5時までやってるっていうか念願の火鍋に行ってまいります。浜さん、なんでこんな時間に火鍋に我々行くか分かりますか。なんでですか。大人だからです。はい、大人だからです。大人はね、1時以降に外食でもいいんですか。いいんですよ。あら、あらあら、まあまあ。さあ、こちらですね。すごくお腹空いてきた。同じもんや。高級そう。え、ちょっといくら？いいかな、2ドル。やば、気になる。あ、なんかグッズいっぱいある。うまい。本当だ。やばい、一気にお腹空いてきた。すごい香りでさ、胃が動く。動く。自然カルビにしといて、ロース頼んで量見て。なかったら追加する。そうだね、量を見るだね、まず。まずは頼む前に量を見る。300ちょっと多いよな。うん、すごいと思うよ。300またビールかな。私肉好きな。意外とお腹空いてるんで大丈夫。じゃあこの冷凍、さっきの豚とお酢に入れと野菜の盛り合わせ。うん、あ、そういうならいけそう。えいやー、ありがとう。あ、チルチルで上にさ、珍しいね、その平打ちみたいな。甘酸っぱくて、でも後から辛みがすごく。あ、本当。甘酸っぱいの。あ、酸っぱい。サルサムサラダ。あ、ちょっと待って、このさ、ブリブリのこのピーナッツのピーナッツ、めっちゃいいじゃん。ネギと。全然辛めんや。結構辛みがくる。結構辛みくるんだ。いや、辛いの好きやから、最高やと思って。あ、喉がパーって今。そんな感じ。いただきます。最高。冷たい。あ、確かにお酢の感じがすごいして、あ、ネギめっちゃ合うわ、ね、あ、これめっちゃ食っちゃう、美味しい。甘みあるけど辛みもあって、うん、でも酸っぱみが強いから結構さっぱりして美味しい。結構、うん、私これすごい好きだわ。よし、美味しい。聞くだけです。出た。来た。この旅のすごい主役と言っても過言ではないぐらいだ。野菜を、はい、やっていいですか。お願いします。さっきのね、事前のリサーチにより、はい、野菜は辛くない方に入れた方がいいということだったので、辛い方が多い。じゃあまあ、ちょっと半分。今さ、すごい思い出したのがさ、すごい玉入れに、
三枚は紅白のさ、ピーチ、そう、どっちが多いかな、白い方に入れて、白い、うん、それをすごく今思い出す、懐かしい気持ち、お肉はまだですか、モニョモニョしないとダメだからね、これモニョモニョしたい、もうできてるやつではさ、食べそうだよね、できるよね、やばい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 、よいしょ、真っ赤でしょ、いただきます、はい、どうぞ、ちょっと待って、もうさ、もう中にさ、めちゃくちゃ赤いのめっちゃ染み込んでんだけど、絶対辛い、やばいじゃん、うん、罰ゲームみたいな赤さ、いただきます、おいしい、あ、辛い、あ、これはね、辛うまですわ、本当、うん、すごい、これでも普通のゴミじゃないな、なんか普通の豆腐よりちょっと味が濃い、ほんと、うん、こうなんかさ、中に酢みたいなのが入ってて、だからすごい味が染み込んでてめっちゃ美味しい、私も食べよう、辛みより旨味が強いから食べやすい、あ、ほんと、それすごいいいね、うん、汁はね、飲むものかはちょっと怪しい、いや、それはなんか、いただきます、ちょっとルーメンみたいな香りするかも、あ、ほんと、うん、これは普通の豆腐じゃないね、ね、お肉だよ、入れてくれ、お肉入れてくれ、入れるだ、はい、これとりあえず3つ入れるだ、白い方に、これさ、このごまはさ、どっち用なんだ、とんかつ用と、こちら白だよ、白もさ、白なんかここでスープそのまま飲みたいんだよね、違うんだ、マジ？おいしい、エクサミはない。エクサミあるよ。豚肉めっちゃ美味しい。すごいできた。すごいできたぞ。すごい。本当にね、ブリ
スプリなの、うん、噛み応えがあってだけどそうイカのエキスがじわーっと出てきて本当に美味しい。イカのねやっぱ身が入ってるよね、うん、すごい新鮮だから、ね、すごいね歯を押し返してくる、うん、誰も、うん、なんだろう、日本語ばかりにね、めっちゃ濃いの、うん、すごいよね、うん、そうそう、そしてなんかそこまで主張してこない感じがいい、甘さがそんなになくて、でも食感もそんなないから、めっちゃ食べ合うね、うまいじゃん、このごまだれ、クリーミー、肉をナッキーを本日はゲストに、ライフラボアーティストの浜崎美紀さんにお越しいただいております。どうも皆さんこんばんは。ライフラボアーティストの浜崎美紀さん、今日は巷で今人気のリバシャル、これに撮影したいと思います。火鍋の辛いスープにつけると息ができないほどみんな辛くしてしまうということなんですが、私はこの今ブクブクと巻き上がっているここのチーズに入れることで油の浸食を防ぐという